イクになったから、はい、自分で体を動かして何かを作りたいなと思ったんで、大工はこう同じ仕事をしないんで日々仕事が違う、やったものが形になっていく仕事なんで、すごくやりがいはあると思います。監督業はお客さんがいて営業がいてで職人さんがいる中で、まあ、その間を取り持つ役目ですけど、一件終わった時にすごくこうやったなっていうかあいい絵ができたなと思うと、すごくやりがいがあるなと思います。トピアコームはお客さんが800件以上ですね、はい、20年間ぐらいなのかな、もうこの地域でトップでずっとやっているんですけど、やっぱりトップでやってるっていうことがすごく刺激になりますし、自分の成長につながるかなと思います。このトピアホーム入って、まあ、自分の家を作りたいっていうのが一番だったんですけど、まあ、それが、まあ、昨年かなったんで、まあ、これからの時代リフォームが増える中で、昔の人が収めたとこまた似たような形でどんな風にまた戻せるかっていう、昔の間取りを生かして新しくどう変えるかっていう楽しみを今味わっているところです。まあ細かい図面を描くのがもともと、だから細かい作業をするのが好きなんで、こう没頭できるというか、大工さんがどうやったら楽になるかなとか、時間がかかる物件でも描いた図面が形になって、こう実際お客さんが喜んでくれるとやっぱりそれが楽しいかなと思ってます。やっぱりこの建築業界、やっぱまだ女性が少ないので、女性の人がもう少しこういう建築業界で働けるように、私が頑張ってみんなに見てもらえるかなと思って頑張っていければなと思います。はい、幸福を実現する家づくりっていうのが経営理念でありまして、家づくりを通じて関わる人たちの幸せを実現していくってことなんですね。いや本当に家作ってもらってありがとうって言ってね、喜ばれることが、まあ、いろんな苦労もありますけど、一番こう報われるというか嬉しいです。